もうここから挨拶。どうぞ。はい、皆さんこんばんは。今日はですね、そろそろ始まる小規模事業者持続化補助金についてご説明をしたいと思います。そろそろスタートします。内容についてですね、細かい話をしていきたいと思います。まずですね、小規模持続化補助金というのは、50万円の補助が出ます。これは、ホームページやチラシ、看板、店舗改装とかですね、機械だとかいろんなものを買ったりしたときに、そのお金の3分の2、50万円が補助されるってものです。ちょっと動かしますね。あと対象になるのは、従業員が5人以下、製造業の場合は20人以下です。正社員ですので、例えばアルバイトの人入れて15人いるよっていうところでも、正社員が5人以下だったら、申請ができます。案外、いろんなところがですね、利用できるのじゃないかなと思っています。あと手順ですけど、大まかにはですね、申請を書いたら商工会議所へ持っていきます。そこで確認書っていうのをいただいて、申請すると。で、採択するかどうかって、これ大体ですね、50%だと思ってください。結構いい立派な申請書を書いても50%です。結構厳しいんですよ、実際はね。だから、こんなこと言っちゃうんですけど、徒労に終わるって言うんですかね。でもね、皆さん、徒労に終わると思わないでください。なぜならば、書いた事業計画書っていうのは非常にいいものですから、この後皆さんが銀行に融資、借り入れ申し込みに対するときに十分に使えるものです。だから私はいつも言ってるのは、2年はね、事業計画として使えるっていうことです。だから大事に、もあの使い回すことができると思います。今度は後半部分ですね。審査っていうのは全部ですね、なんていうのか、点数化されてます。だからある部分だけですね、厚く語って、あとをさらっと言っちゃったりするとダメなんですね。だから前編必要な項目をまんべんなく書いていくってことが大切です。案外この辺りは、慣れてないとちょっと難しいのかなって気がします。それから、プラスポイントっていうのがありまして、経営力向上計画なんかを出しておくとプラスポイントをもらえる。あとは、賃上げですね。働き方の改革なんかでですね、賃上げをするよとかってことがあると、ポイントになったり、これはまだ公募が出てないから分かんないんですけども、もしかすると賃上げをやるって言った会社には、100万まで補助率が、補助額が上がる可能性もあります。なので、ぜひですね、皆さんには、やりたいっていう人がいたらですね、ぜひトライしてほしいと思います。説明は以上でございます。なので、ちょっと画面も戻っていただいた方がいいかな。あとはちょっとお金の話なんですけど、これはですね、私のところではですね、一応着手金は3万円いただいて、成功報酬、これは全部事業が終了してからで結構です。で、6万円。結構高いなと思うかもしれませんけども、補助事業をある程度、私の方に任せていただけるということであれば、基本的にはですね、2万円で済みます。ですから、実質負担額は最初の3万円と、最後全部終わってから、補助金が入ってきてから私の方に2万円バックしていただければいいということですから、実質5万円でできると。こんなに安くやってるところはなかなかないと思いますから、ぜひ皆さんお申し込みお待ちしております。よろしくお願いいたします。という形で、画面もまた戻りましたんで、いい感じですよね。こういうクロマキーの映像を使ってですね、皆さんの広告宣伝なんか使っていただくことも私の会社でもやっておりますので、ぜひ、これを見たらですね、わ、俺もやろうかなっていうのが、もう時間結構過ぎちゃいましたね。はい、今日はありがとうございました。また、正式に発表になったらまたご案内したいと思います。今日はありがとうございました。